カルト右翔の試写会へようこそ。いやいやいや、ようやく何回目かので息が合ってきましたね、ようやく、はいはい、井上由美子編、改め柴田じゃない、違いますよ、橋場真由美編元奥さんの名前を橋場真由美編の後編でございます。前半はね、ちょっとあのなんていうんですか、私生活の方のね、そうですね、お話に傾倒しておりまして、実践どころじゃなくなってしまいましたか。ただ実践も、はい、やっぱ 見どころというか、はい、なんつうの、出玉もそこそこ、パチンコパスに関して言うと僕たちより詳しいですから、やっぱね、僕たちがそのちゃんと理路整然とやられた時にあのだって皆さんこれ知ってます、あの詳しい詳しい詳しくないの話で言うとね、僕らやっぱジャグラーとか花々のスペシャリストじゃないですか。もうそれで食ってますよ、10年間。もう本当ですよ。ジャグラー花々の2本だけでも。そう、2本だけで僕ら結構多分もう何千万って稼いでますよ、僕ら。その2機種で。行ってます、行ってます。数ヶ月前にね、うしお TV というね、ご自身の YouTube チャンネルで花々打った時に、やってます。はい。花々のレギュラー後のスポットライトフラッシュっていうね、設定推測要素の中で要になる要素があるんですよ。それでね、六角亭のレインボーフラッシュが出たのに、この人それ見逃してて台頭してるんですそれが誰かに、あの動画を見てた人に、あれレインボーフラッシュ見逃して大移動してるこいつって、ありえねえって結構ね炎上したらしいですよそれぐらいね、花とかジャグラーに対する愛が深いんですよ、この人は。ジャグラー後のランプが虹に光ったらやめない方がいいですあのね、六角なんですよ、ええ、六角って、はい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 、だからさ、目を閉じてたのかなって思ったの俺は。でもそんなシチュエーションでもない、なんか喋ってんの、はい、ダラララララ、いやーなんとかね、だったそうだったみたいな。で何分後かにそのレギュラー飲まれた後に、うん、その代表いやーこの代ダメだっつって、うん、移動した、うん、最高だよ最高、マジで最高この話。そう、あのしばらくぶりにあのまとめサイトも取り上げていただきたいまとめサイトに取り上げられて、ね、プチ炎上したというね、非常にいい話でした、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんでこの話したか、いや、なんで、そうだ、いや、やってる方が意外と詳しいから、詳しい、ね、僕ら、あんま口出すところもねえなっていう話でしたけども、はい、失礼しました、ちょっと脱線しちゃいました、ね、はい、ただ、まあ、実際のところパチン、まあ、今でこそ僕らの方がですね、あんまりパチンコパチンコに対してる知識というか、うん、がだいぶ浅いもんで、あれでこそうまく見えちゃいますけど、まあ、昔はね、そうものすごかったですよ、すごかったから、その雑誌やってた頃は、そうそうそう、はいはいはい、なんで、まあ、そうですね、実践の内容含め、うん、こっちの方含めですね、案外大したことないんだぞというのを踏まえた上で見ましょう。なるほどなるほど、さすがちょっと厳しいですね、わかりましたはい、はい、じゃあ行きましょう、はい、後半戦早速行きましょう、はい、多分無音だったのかななんかこのレバーとかそういうのの音の違和感でも示唆があるんですよ。よし、148ゲーム、残り148ゲームでボーナス、これ面白そうですね、当たってるとこ見るとちょっと面白そうですね。増殖きました、早いなこれさ、疑似遊戯じゃないよね、普通に揃えてんだよね。だって10王とか、あー楽しい、短縮できてました、短縮というか増やすとか、あ、そう、増やすとかもできたような気がします。666万、いきます、一番大事なとこキャッチ、面白いよ、ください、
ください。とりあえず今の目標は1000枚投資分を取り返すこと。私なんかリメイクとか好きなんですよね。すごいなんかその捨てるのとかもったいないじゃないですか。あとなんか売っちゃったりするとか、なんか売るのもいいと思うんですよ。だけどなんかいろんなものを作り変えちゃってるんですよ。まあ、例えば、まあ、机いらなくなった机とか、うん、なんか別に使えるように切って、そのトンカチ、ドリル、電動ドリルとかも買ってるんですけど、そういうのでこう別に使えるようなものに作り替えたりとか、捨てられないものってやっぱあるじゃないですか。ないよ、ないよ。まあ、例えば牛尾さんからいただいた婚約指輪的なものとか、まだ捨ててまだ捨ててないの？あの僕は全部ないです、うん、だって橋場さんは捨ててないって、捨てられないって。先生は？僕はそもそもそういう文化がないですから。でもほらプレゼントしたりとかされたりもない。何もないです。すいません、まあはい、とにかく婚約指輪ね、はい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 、婚約指輪的なものとか、でもなんか離婚するときにお返しするっていう方もいるんでしょうけど、まあ、そのタイミングもなく私そのまま持ってたんですけど、なんかその結構良い指輪をいただいたんでね。私はそのときやっぱ初婚だったので、いくらぐらい、まあ、お医者さんはまあ2回目とかだったんでしたっけね、はい、そのままつけるのもなんかちょっとね、未練があるみたいで嫌だったんですよ。なので外の金を溶かして、でダイヤだけ取ってもらって、そのダイヤを自分がデザインしたその台座に乗せて今の指輪に作り変えました。へー、これです。ちょっとあのデザイン変わってると思うんですけど、すいません、お塩さん、あのお塩さんにもらったこの透明度の一番高いハイクオリティなダイヤが今使われて私の指輪になってます。はい、めっちゃ高かったと思うんですけど、すいません、ありがとう。今でも大事にしてるから、ありがとう。大事にしてんのかな、これ。声がもうママみたいですけど、ごめんなさい。仕事欲しいんですか、当たったんじゃないですか、これ。え、当たってない。まさか、そんなこと言うなし。当たったかな。いただきました、牛尾さんの指輪とともに、ありがとうございます。多分死ぬまで使うと思います。やっぱ気に入ってたんでね、まあ、離婚はしましたけど思い出の品は。あら、ハイパーすごいじゃない、牛尾パワー炸裂。嫌だな、俺こういうの言われるの絶対嫌だからね。元内縁もね、こういうの言いがちなんで、うん、俺嫌だからね。牛尾さんのおかげだな、これ見てくださってる方からすると多分私たちのそのエピソードとかもなんだこいつらばっかかなみたいなんで思われてんのかな。本当にもっとちゃんとしろよってね、本当お叱りを受けてそうですけど、まあでも多分めちゃめちゃちゃんとしてたら私も牛尾さんもパチスロライターになってないかもしれないです。もうパチスロライターになってこの業界で、まあね、数年、もう牛尾さんは本当でもすごいですよね。数年っていうかもうずっといろいろ紆余曲折ありながらも、まあ、一線で活躍されてますから、とまあ離婚はしましたけどすごい尊敬してます。まあしょうがない牛尾だからみたいなのがほとんどですけど、でもそうやって可愛がっていただいて今ね、もう本当にレジェンドライターさんみたいになってますからね。おはようもん、牛尾くんがレジェンドライターなの？だからおかしくね、まあまあまあ、まあね、いつレジェンドになった、ま、だから僕は言ってないじゃないですか。自分の口から言ったことありますか？僕も自分では言ったことないし、はい、その大御所とかなんか、はい、
大先輩とかレジェンドとか言われるの大嫌いだけど、はい、だから僕も自分から言ってないですよ。ただ思ってもないですし、いや普通50歳超えたらまあそういうのを言われるのも嫌だけどしょうがないのかなって思うけど、はい、牛尾くんまだ若いからさ全然レジェンドじゃないよ。いやだから思ってないです。だから僕言ってない。僕は言ってもないですよ。花々のね六角のフラッシュを見落とす、見逃すんじゃん。ちょっと待ってください。それはだから レジェンドライターっておかしくね。それあいつ言っちゃってくださいよ。いやなんかさ、はい、そういうのもやめようよ。その上の人とか後ろくんもそうだけど、そのレジェンドみたいに絶対俺の話とかもするわけじゃん。ちょっといやそれしますよ。やだもん。だってこれあれですもん。その辺なんていうんですか、あの割と忖度ちゃんとしてるでしょ。そうそう、分かります分かります。そうそう、芸能界で始まってますから分かる。だからもう言っちゃ悪い、言葉は悪いけど、うん、端っこいんだよ。そうだよ、まあ、頭がね切れちゃって、そう、うん、すんごいキレキレなのよ。そうそうそう、橋場さんは絶対そうだから、うん、いやなんかでもその人にレジェンドってさ、それ自分で押せよ。ただいやいやだからいやだからそれ言いなさるなってそこはもう中堅でもないもんね。だから僕、うん、まあ、言っときますけど、じゃあこう5段階のヒエラルキーがあるとしましょう、うん、して、うん、牛尾さんはいや3と4の間ぐらいかな。いやあ2と3の間だと思いますよ。2と3だと1番目が1、うん、下が5、うん、2と3の間、2と3 2と3 2.2 とか俺2ぐらいなんですよ、おそらく。トップオブザワールドは、うん、まあ、木村さんじゃないですか。あんま名前出したくないけどね、はい、レジェンドだよあの人は。はい、キムさん、はい、2位が気になります。いや正直キムさんがトップとも実は思ってなくて、それは何でかっていうと他の媒体の人のこと俺知らないんですよ、 YouTuber の人。ああ、なるほどなるほど。例えば寺井さんのこともほとんど知らない、はい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 、磯丸さんも知らない、うん、この前初めて共演した陽介さんのことも知らない、うん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 、ワンゲーム哲さんのことも知らない、ほとんど。だからキムさんは僕らの中では1位だよ、完全に1位だけど、全体通したらそうかそうか、なんか1位なのか5位なのか3位なのか10位以下ってことはないだろうけど、わかんないんだよね。そうか。いやこれはまあ、うん、あるもう概ね全部見てるだろう、うん、僕からしてもらいますけど、うん、あじゃあ、まあ、そうだな、5段階で言ったら、うん、その1のところに、うん、まあ入ってます、さすがに。いやそれは1の人はこんな数字を恥ずかしくって世の中に見せらんなくて仕事全部断って山とかにこもるよ1の人は。僕はそれぐらい数字がない人なんで。いや僕、まあ、僕もないんですけど、うん、お互いないんですよ。いや奥さんの方がありますから、はい、でそのただまあそのほら YouTube で一番数字持ってる人より僕多分お金持ってますから絶対にね。出た。この辺はね、シン、うん、さんとかウッシーはね、やっぱもうそっちの話では、まあ、トップに近いっすよ。他の人は知らないよ。まあ、何をもって、例えばいいですよ。YouTube の再生数で多分数字出るから、そんなんじゃ勇まるってなりますよ。なる。じゃあでもかといって、そのトータル総合力、うん、ヒエラルキーで言ったら、うんうん。言ったら相当上っすよ。それは。やっぱ1の。カテゴリーに入る。だからそれは奥さんも当然1ですよっていう。そういう意味では僕も面白系のね、はい、まあ、バラエティ特化型の演者としては、はい、まあまあ上の方にはいるだろうな。その総合力ですから。あ、なるほどね、まあ総合、まあその中に YouTube の再生数とかっていうのが入ってくるとしても、うん、ビビたるもんじゃないですか。いや、むちゃくちゃでかいか。ビビたるもんじゃないですか。むちゃくちゃでかいんだ。いや、それはね、比例しますよ、ある程度はね。そう。実際に、だから皆さんも勘違いしないでくださいね。あれがもう世界の中心じゃないですから。そうだよ。本当に。ネットの中の数字なんか世界の中心じゃないんだよ。これはもったいないから、はい、また何週間後かに話すわ。うん、ちょっと詳しく。確かにね。うん、はい。はあ、面白いなこの番組なんか言いたいこと言える。いいですありがとうございます、はい、でも今横にいらっしゃる奥さんもそうですけど、ありがとうございます。すいません、奥さん本当にあの牛尾さんを可愛がっていただいて。もうしてないよ、逆だよ。多分牛尾さんが必勝本でライター
やられてる時から考えても沖さんなんてもうかなりの大先輩。いや何言ってんの、私なんてウッシーのこの2年間で一番お世話になった。なんかお話できるレベルじゃないぐらいの本当にすごい高いところにいらっしゃった方ですから。牛尾先生はもうその横にいらっしゃるんですもんね。すごいな本当に。いやでも私はあれですよ、牛尾さんに登らせてもらったようなもんですから、うん、感謝しかございません。本当にニアさんに紹介していただいてこの業界に入れたんですけど、その時はやっぱパチンコを打ってたんですよ。私あの格闘技の練習が毎日忙しくて、まあ、タレントの方もそうだったんですけど、バイトができなかったんですね。で、まあ、どうやったら生活できるかなっていうので、まあ、パチンコ、おじいちゃんとかおばあちゃんに愛されるお店だったので、いい台もバリバリやめられていくんですよ。めちゃくちゃ回っててもガチ系だったんだ。もうすんごい食えました。その時はその時はもうパチンコだったんですけど、牛尾さんのイルパチスの必勝本に拾われて、牛尾さんと二階堂亜希さんの勝負師の哲学っていうその企画に出していただいて、その後ちょっと企画を持たせていただくみたいなのがあったので、おかげさまでこの業界で今もう何年ですか、20年近く残らせてもらってます。ギリ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 やってます。それもこれも牛尾さんのおかげです。ありがとうございます。なんかうまいことつまんで、ありがとうございます。これですよ。あと30のゲームしかないよ。出た出た、おはようもん。あのあれが生はしばでしょ、はい、そうですね。あとはまだやっとけよっていう、うん、あれです。あの辺をこう言っちゃうのがもう本物だね。そうですね、うん、なんかうまいことつまんで、つまんでこれはなかなか言えないっすよ。そうですね、僕は言ったことないですね、はい、なんかうまいことつまんで、ありがとうございます。お疲れ様でした。終了してしまいました。まあ、なんとか投資分は回収した1037枚、これがちょっと多かったかな、移植が、ねえねえ、まあでも行くまた振り出しに戻れたのでよかったです。行かないよこれ、ね、えおかしくね、この番組おかしくね、なんか、ね、エブさんの回といい、これエブさんなんてあれ多分自己新記録ですよね。そうだよ、はい、このあんな出してんの。あ、でもでもチャンスで、この4人ぐらい当たったリーチで、初めてじゃないの、あんな出したね、引き戻しました、ありがたい。7ゲーム、うわ、しかもハイパー、ありがとうございます。今日初めて、2022年初めて勝つことができそうです。ありがとうございます。は、準備がいい、お願いします。あ、いや、ダメだ、これダメだ、完全でしたね。赤同色でございます。今の一番早かった、一番早かった今。いや、ありがとうございます、優しみ。次回の出演者、何あの紳士、イケメンがなんか来ました、かっこいい、さっと置いてった、レッドス何置いてったの、ブル、惚れちゃう、すぐ惚れるからね。次のゲストさん、そっか、シークレットだから言えないんだ、いただきます。あちゃ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 ですね。引き戻し希望します。終了。あー、でもみんなに憧れるな、本当にみんなに憧れる、本当にみんなすごいって思ってます。牛尾さんもすごいし、
奥さんもすごいし、めっちゃ絶対2人とも遺伝子濃いじゃないですか。奥さん多分もう子供さんが生まれた時からおはようもーって出てきそうだし、もうほんと結婚のことしか言ってないじゃん。今週の子供はもう産んだんで分かりますね。そうですね、泣かず飛ばずです。はい、ちょっとあまり粘ってしまってまた天井とかに行ってしまうとあれなので、ちょっと周り見に行きたいと思います。え、赤のナースのテシモンズロードの映像。何この人、帰れよ。キモいんですけど。終わりました。482枚。保育園ちょっとお迎えに行かなきゃいけないんで、ちょっとこの辺でやめとこうかな。実践終了、お疲れ様でした。ということで、今日実践を2機種させていただいたんですけど、キャッツアイと十字架5ですね。この2台を打ちまして、投資が966枚、そして回収がなんと1678枚、プラス712枚でした。2022年初めての勝利でございます。で、私すごい思ったんですけど、もう私子供も2人産んでですね、こう休んだ期間ありつつ、まあ、この業界に長々とおらさせていただいてますけれども、これもおそらく牛尾さんがずっと頑張っていらっしゃって、第一線でライターとしてもう本当もうこういう位置にまで行かれているので、まあ、利用させてもらってっていうのもなんですけれども、牛尾さんの番組に、まあ、こういう形で呼ばれるのが結構あるんですね。本当なんかおこぼれいただいてすいません、本当ありがとうございます。これからも元気で長生きして、そして第一線で活躍してください。それではお疲れ様でした。橋本真由美でした。ありがとうございます。おー、いや面白かったですよ、トータル。そうだから、そのさっきの話戻りますけど、カテゴリーが一緒なんでね、うん、その大木さん的にもちょっとね刺激される部分あったのではなかろうかという意味でね、はい、ただまあその評価じゃない、そのジャッジするのはそこじゃありませんから、うん、じゃあこれ試写会ですから。あ、そうだね、はい、試写会だ。映画を見る、映画を見る感覚で、うんうん、そのこの実践動画をレビューしていくという。わかりました、はい、本会がございますんで、じゃあこれレビュー、はい、早速しましょうか。はい、しましょう。はい、さあレビュー書きましたか。はい、書きました。それでは僕から発表させていただきます。はい、橋場真由美試写会、このようになりました。3、ほう、笑い6、少なめです、うん、トーク18。そんなに良かった。いや、トーク力は抜群だと思います。そしてこのフリースポットがこちら、したたかさ。なるほどね、20でございます。なるほどね、合計得点が60点と、うんうんうん、おります。なるほど、まあ、ポイントはやっぱしたたかさっていうところでしょうね。したたかさ、はい。それではじゃじゃん、笑い 4、トーク10、トーク10、これは、うん、トーク10、奥さん18、もうほぼほぼ合格という。違います、これは彼女の話を広げたのは僕と奥さんですはい、あ、素材として、素材としてネタ提供したってこと。そうです、あ、そうそうそう、っていうところで、まあ、ちょっとはそこは採点から見させていただいて、はい、まあ、スター性これもそうですね、はい、もうちょっと旬が過ぎてるよねっていうところです。スター性が6 で、まあ、沖さんとちょっと近い部分もあるんですけども、まあ、生命力ですかね。あ、生命力、なるほどね。だからまあやっぱ結婚離婚結婚離婚と繰り返しながらも、まあまあ多分ね、この手のタイプは、うん、死なないんですよね。あ、なかなかね、はい、死なないんですよ。で、そういうことね、その大きさのしたたかさというところにも起因してくるんですけど、うんうん、誰か可愛がってくれる人はいるんですよ。あ、絶対いるんだ。そうなんです、常にね。だから枯れないんです、うん、あ、枯れないね、確かに若いもんっていう意味での生命力、うん、なるほど、うん、に引っ張られての56点、56点と60点か、はい、まあなんか前回のエブさんとそうです、ね、似てますね、はい、僕らの意見、ね、結構近いしてるよね、割れてない、割れてないこれね、はい、だんだん分かってきたよ ね、 そうですね、こうメリハリとか、そうですね、そうですね、いろんなやり方が、はい、
これね、次回はねこういう風に変えますよ。僕は先に言っちゃうからね。この引きとかの点数をここの後ろに小さく書いて見せながら読みましょうと。なるほど、ね、そういう風に僕は裏で皆さんに指示しますよ。はい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 、これはあ、うん、これはさらに改良しましょう。なるほどなるほど。そういう風になってます。アップデートしていかないとですね。そうそういうことです。収録ごとにね。そうです。あとこれ、はい、もう一個じゃあ言っとこう。はい、これ牛尾くんこうやって貼って、はい、めちゃくちゃピシッて貼ったんでこれうっすら見えてて気持ち悪いでしょ。あ、なるほど。僕はこれ薄いのもらった時にこうやって若干浮かしたよね。若干浮かすことで若干浮かすことで、あの見えないと見えないように僕はしました。はい、こういうすごい繊細な配慮、うん、これがまあ自称 HSP お聞きからのまあ特徴と。HSP 調べてください。そういう、そういうあの方がいらっしゃるんですね。いらっしゃる、ね、はい。さあ、というわけでね、今回もね、いろいろやってまいりました、はい。こうやって細かいことからコツコツとアップデート、改良していきたい。上積みでね。そういうことでございます。はい、ということで、今回ここまで、ね、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。